V7 チャンネルシュッシュ。さあめちゃくちゃ暑いんですけれども、今日はねこんな暑い中カスタムしていこうと思います。まずはね今回アクスルシャフトの交換と、あとはしばらくねしてなかったのでオイルの交換もしていきたいと思います。その他にもクラッチレバーとかも交換していきたいんですけど、まあ、それは時間があったらにしようかなという感じです。それでは早速カスタム始めていきます。シュッシュッシュ。アクスルシャフトが中に入ってます。この V7 のフロントのアクスルシャフトこれです。じゃあ早速、交換始めていきたいと思います。硬くない？そしたらスライドハンドルだからスライドできるから、お前の今左手持ってるところが、スライド、そうそうそう、それでそこ右手をしっかりそこを持って、それで左手でグッて押してみな。うわ、これ初めてだから余計にじゃない？そんなことない。まあそれもあるかもしれない。いやだからお前さ今さ下入れてる時に、その軸も下に下げちゃってるんだって。それがダメなんだよ。右手は絶対動かす、はい、高さを。それで左手だけ下げる、だから右手が下がってるって硬すぎこれは硬すぎ。お父さんもやったらわかるこの硬さ。ほらわー強い。結構硬くなかった？今こんなもんだよ。こんなもんなの？ほら、はい、はい、あとやって。こんな壊れそうな音しちゃって、それで俺さっきさ、ゴム手用意しといただろ。どこに？ここに。本当だ、私も思ってたんだよね、手汚くなっちゃうなって。お父さんの行為を無駄にした。今からでも遅くない？用意したって教えてよ。見てなかったっけ？見てないよ。そういえばなんか手に油がついた瞬間思ってた、あーゴム手袋って。したら？そしたら今度はハンドルを、まあ、そのまんまでもいいかもだけど、そのジャッキでさクランクケースのところ、ちょっと持ち上げてあげれば、サイドスタンドとリアタイヤの3点指示でフロントがちょっと浮くから、はいはい、このくらいちょうど良さげなところ、ちょうど良さげなところ、ちょうど良さげなところとはこの辺かな。うん、それで外れなさそうなところ、前の方がいいの？真ん中らへん？そこら辺でいいよ。どっち回しで上がるの？閉めると上がる。分かった。こういうことでしょ？うん、そういうことです。あ、いや、もういいよ、もういいよ。浮いてるからもう。だいぶ前から浮いてたかな。あ、でもまあちょっと浮いてる。あ、動いてる。タイヤが、ハンドルが動いてる。なんでハンドル？そうそう、それでいいよ。その状態で。後ろからそう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 、あんまグーグー入れないで、はい、引っ張るしかない。うん、だその時は手でちょっとフロントタイヤをちょっとこう支えて、こっちからこう支えて、お前体がこっち来ないと、うん、フロントタイヤの真ん前、そう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 、それで真上にタイヤを持ち上げながら、もう軽くだよ、軽く持ち上げた状態でアクセルシャフトを左から左にスポンって抜く。そう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 、抜けただろ、抜けた。それじゃタイヤをスルスルスルっとスルスルスルっと手前に転がす。うん、それでいいじゃん。よし、そしたら今度交換するのと、重さだとか質感だとかそういうの比べてみなよ、じゃあまず前の方、まあ重めって感じ。あーでも確かに重さは全然違うわ。どういうふうに違うんだよ。こっちのが全然軽い、もう持った瞬間軽いの分かる。見た目はこんな感じです。素人的に見てどういうなの印象が？まあ軽い分それはもちろん車体自体軽くなるのかなって思うのと、まず見た目の色が違うよな、ちょっとブロンズっぽくてさ、まあ見た目かっこいいじゃん。持ってみる。工作精度も高そうな感じです。あ、しかもさ、これ言わないと中空になってんじゃん。これが軽さの、これは無垢じゃん。あ、本当だ。なんか穴が開いてない。全然気づかなかった。これ穴が開いてました。こっちはじゃあ開いてません。ブレーキキャリパーのボルトもちょっとパーツクリーナーで掃除しといてね。じゃあ分かった。キャリッパーのボルトにはこれでちょんってつけて薄くこうシュッ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 って筆で。分かった。ネジ山の部分だけ。塗り方わかる？うん。溝に沿って塗る。そう。ちょっと足りないか。そしたらネジ山の中まで塗れるだろう。うん。谷の部分まで。うん。これ結構大事なんだ。サビ？いやかじり防止だな。だからああいう風にならないってこと。ああいう風に。お前が外す時みたいに苦労しないで済むってこと。ああ、なるほどね。これそこ熱が伝わるからキャリパーからの。うんうん。余計そうなっちゃう。指で塗ってもいいんだけど、それよりもそれのが必要最小限を均一に塗ることできるから。筆のがね、谷まで塗れるしね。はい。はい。そしたら、あとアクセルシャフトにもこっちのここにグリスたくさん入ってるのあるでしょ、ほら。はい、ポンプのやつあるでしょ。ポンプのこれね。それのプチュッとちょっと出して水色のやつがあるから、それを確認して。こっちじゃない？これなんか緑っぽいけど。水色っぽい。うん、水色。よしよし。そしたらその水色の前にそのシャフトのツルツルのところに薄くでいいんだぞ、本当に。初めにネジ山のところ塗っちゃった方がいいよ。いやだからそこはスレッドコンパウンドだって言ってんじゃんか。スレッドコンパウンドをまず筆で塗っちゃってから。はい、これをね先塗ってからそれの方が作業的にいいでしょってこと。はいはいはい。なんか水色のグリス塗ったところをベトベト触りながらになっちゃうから、それも極めて薄く均一にな。どう、楽しい？うん、まあまあこれは楽しい。まあそのちょっとしたことの積み重ねだから、うん、これ意外と均一に塗れるよね。そうだよ、うん、ずっとそうやってやってんだから。で塗った、うん、そうしたらそれちょっと少なくていいような気もするけど、なんか一列になるぐらいみたいなイメージだった気がする、ね。よし、そこのアクセルシャフトにさはまる工具をまず出せ。これね、はい。それどれが合う？17。お17だ。じゃあその工具を持った状態で塗ると。ああ、なるほどね。そしたら触らずに全部塗れるんだろ。そういうね、うん、確かに。このくらい薄くていいのかな。見た目じゃ分かんないんだけど、でも全体的に塗るつきがあればいいんじゃないか。塗るつきはある、うん、じゃあそれをそーっと天のバットの中に置いて、これでその右手の人差し指はグリスでベトベトになってるんでしょ、うんうん、それをその右側のアウターの穴ぼこの中をグリーって内側一周。そう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 。はい、 OK 塗ったよし、うん、そしたら今度タイヤの、まずディスク側のカラーを外して。ディスク側のディスクだから表の方にディスク側のカラーを外してポンって、うん、はい。そしたらそれをきれいにして、はい、拭くだけできれいになると思う。これで下の三角ずらさないようにな。うん、なんかずらしたつもりないけど、なんかずれてんの。ずれてないよ、大丈夫。殻をこぼさないでよ。わあ、ほら、殻をこぼさないでよ。わあ、ほら。よし。今いい感じ。じゃあ、アクセルシャフトさして。全然いい感じじゃなかった。じゃあ、一度抜いて。タイヤ抜いちゃって、タイヤ抜いちゃって。タイヤ抜くの？お前入れる時にさハンドル動かしちゃってんだよ。動いちゃう。だそれを動かしちゃダメなんだ。そう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 、その状態その状態。気をつけて本当にね。車体がほら不安定だから、あんまりフロントタイヤゴリ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 こじられたくないわけ。アクセルシャフト抜いちゃって一度。無理くりに入れられたくないから。いや簡単に抜けないってことはどっかが食っちゃってるってことだから、そうならないところを見つけて。やろっか。うん、抜けない、うん、だからいいよ、触んないでもういい。外して外して。だからほらもうここのさ時点でフロントフェンダーとずれちゃってんじゃん、だからもうこの入れ方がそもそも間違っちゃってるわけ。ちょっとこれ持って。それでこれほら斜めになってるから、うん、それを考慮した状態で入れないと左に勝手に切れちゃう。この状態オッケー。あとはネジ締めるだけ。よし。また始まったお前のそのよし。言われんぞまた。キャリパーの裏側、うん、今こう上向いてんじゃん内側が。うん、これをこういうふうに乗っけてこうやった状態でバーってパーツクリーナーシューって、はい、そうすればそれにブレーキダストの汚れとかがこのまま。そう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 。縦でも横でも縦横無尽に。こんなもんかな。うん、どう、後ろに汚れ出てきてるでしょ。めちゃくちゃ出てきてる。うん、もうちょっとやってるじゃん。こっち側からのがいいんだ。うん、だ、そっち側のが吹きやすい。最後に表側からでもいいけど。反対側からもやってみないじゃん。うん、下に思いっきり垂れてるけど。よし、うん。じゃあつけて、キャリパー。軽く手で締まるところまで両方ね、うん、両方とも締めた、うん、はい、それじゃちょっと緩めてみる、その状態でちょびっと、うん、それでキャリパーをこういうふうに動くかどうかちょっと確認してみてください。ちょっとガタつきあるでしょ、うん、それをこう上に上げた状態で締めるようにして、上に上げた状態です。上に上げた状態で軽く締めればいいから、その位置を固定するような感じで、うん、そうしたら点があるじゃん。うん、それお前がこのぐらいだなと思う締め込み具合で締めてみな。あ、でもちょうどぐらいだよ。本当にたまたまだけど。本当そのぐらい？だってほらちょうど点々がついてる。合ってる？いやまだ点々までも行ってない。行ってないよ本当。点同士も合ってない。うん、いいよそれで。ちゃんとな入ってなかったような気がするな。そこが抜けるってことは。普通はこうやって抜けるんだよ。うん、ここが抜けるってことはないんだよ。だからここが抜けちゃうってことはここが食ってたってことだから。だからそれはこの間のハンターカーブみたいに斜めってたりとか、うん、これのいいところっていうのは、まあ、このぐらい遊びあるけど、うん、この一番遊びのないこの真ん中のところで、うん、この軸力だけをグッてかける感じで回せるっていうのがいいところなんだからさ、うん、こういうのはさこういうふうに回す時にさこういうふうにこけちゃう、うん、こけちゃう力も一緒に発生しちゃうんだよ、うんね、だからここを必ずこう持ってこういう力だけ。うん、こうにやるとこっちも倒れちゃうから、うん、だからそれを発生させないのがこれのいいところなのにもかかわらずお前はいつも斜めったりやるからやっちゃうんじゃん。ブンブン。今回ねしたカスタムはピオのゼロポイントシャフトにアクセルシャフトを変えたのと、であとシフトペダルとブレーキペダルの位置変えたのと、あとはエンジンオイルを交換しました。クラッチレバー交換しようとしたんですけどそれはちょっとね合わなくて、元口ちょっと外車だからつけれなかったなって感じなので今回は交換しませんでした。撮影しながらだとねいろいろ時間かかっちゃうんですけど、まあ、それもね含めてまた今回もお父さんにたくさんお世話になりました。後ろでお父さんがお片付けしてくれてます。ピオのゼロポイントシャフトに変えて試乗をしたりとかしたインプレ動画はまた別で上がるので楽しみにしていてください。でですねアクセルシャフト変えても何にも見た目変わんないと思いつつもちょっと変わったかなと思います。今回はねすごい地味カスタムではあったんですけれども、無事最低限やりたかったことはカスタムできたかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。敬礼してるみたい。チャンネル登録と高評価もお願いします。走れなチャンネルの新たなグッズが誕生しました。こちらイラストレーターの月男さんに描いていただいた私が乗っている V7 と私とくまさんの、T シャツになります。白とグレーの2色展開です。サイズは MLXL そしてちょっとだけど 2XL もあります。その他にもこんな生写真や、ステッカー、そして革の走るくまさんエンブレムキーホルダーもあります。ぜひ皆さん通販からゲットしてください。昼島なつみトレーディングカードボリューム6の発売が決定しました。ただいま予約受付中です。皆さんぜひゲットしてください。ボックスに入っている応募券3枚で申し込むとオリジナルのバインダーもプレゼントしています。20ボックスには豪華特典も入っているので、ぜひぜひ皆さん私のトレーディングカードゲットしてください。最後まで見てくれてとっても嬉しいです。読んだコメントにはいいねしてます。また次の動画で会いましょう。シュッシュ。